もしも、僕が、今晩のカレーを、残さず、食べたなら、よかったのかな。君は、ひどく、顔をしかめて、もう食べなくだっけな。少しくらいは笑うようになるかもしれないから、もしも僕が一人きりでさ、君に迷惑もかけずにいられたなら、でもさ、それじゃさ、君を知らんまま生きてく僕が嘘つきなら、こんな僕のこと叱ってくれたかな。そんなたくさんのもしも話が僕の部屋にさ浮かんでいくんだよ。何もない日々から日々書いてそうから、たくさんのもしもが漏れ出していくんだ。今僕が正直者なら、これが最後だって信じてくれたかな。きっと君は笑ってくれるよな。みんなわかっているつもりなんだ。何度も君に言おうとしたけど、届くはずなくておかしなって、君のどこに行けたならな、でも膝が笑うんだ、ざまみろって。もしも僕が生きてたなら、君に聞かせるため恥ずかしくて聞かせてないけど歌う。